はい、おはようございます。ラスカルでございます。ちょっとね、先日チャレンジメニューでお世話になったあの花房さんにまた来ておりまして、もうね、目の前に見えてるんですけど、今回もね、あのチャレンジメニューに挑戦したいと思います。というのも、マックスラスカル打倒コースってことで、僕とね、マックスさんが先日いただいたつけ麺のチャレンジをクリアしたということで、オクラ打倒のね、冷やし中華を使ったデカ盛りのチャレンジが新たにできたんですよ。で、ルールに関しては、12人前の冷やし中華を45分完食で無料、失敗の場合は3500円のお支払いとなるそうです。で、一応今回もね、あの打倒ってことなんで、僕もね、打倒感を出して本気でチャレンジに挑もうと思っております。なので、あのちょっと前回同様ね、あの飲食のマナーとか若干あのそぐわない部分もあるかと思うんですけれども、そのあたりあらかじめご了承いただきまして、動画の方ご視聴いただければと思います。それではチャレンジの方を始めたいと思います。いや、すいません、僕の方は準備大丈夫です。はい、じゃ掛け声の方お願いしてよろしいですか。はい、それでは用意スタート。はい、よいしょ、いただきます。冷やし中華用の麺全然違うんですね、前回のつけ麺とかと。そうですね。よいしょ。あ、うめっ。あ、めっちゃうまい。この冷やし中華うまいですね。めっちゃうまい。あの麺も普通の中華麺と違って、結構平打ちの若干縮れ目の感じですね。で、卵感とか、関西の香りもしっかりあるので、普通のあのブヨブヨっとした冷やし中華っぽい中華麺ではないです。自家製麺らしいんで、これ最高にうまいです。うん、ただ量、量よいしょ、ちょっと具材と混ぜて、腰強いな。チャレンジもだいぶ大変なやつですね、これ。すいません、あの手加減はしないです。妥当ですからね、やっぱり。やっぱりね、ラーメンとかつけ麺と違って汁気がね、やっぱり冷やし中華になると少ないので、ちゃんとね、水とか考えて飲まないと喉に詰まってね、後々ね、めっちゃ苦しくなると思います。減らない冷やし中華初めてでございます。
今、麺が多分残り3分の1ぐらいで、具材も結構残ってるんですけど、現状でいうと体感前回より全然きつい。さすが妥当なんやな。
エヴァン。
酸っぱいのが。ましたすごい。さあ、ぶっちゃけた話、前回より全然きついですね。汁もそうですし、結構さ、食感がある野菜とかが多い分、しかもどうしても麺をね先行して食べちゃうので、お腹いっぱいになった後半に野菜がすごい残ってしまうので、そうなってくるとだんだんこう噛めなくなったりとか飲めなくなったりしてきて、多分野菜を先行して食べなきゃいけないんですけど、やっぱ冷やし中華として混ぜたくなっちゃうとね一緒に食べてると、まあそんな感じになっちゃうんで、チャレンジ挑戦する場合はある程度ね野菜を先に食べてから全部混ぜ合わせた方が、もしかしたら後半きつくないかもしれないので、挑戦する方はねお試しください。というかマックさん絶対挑戦してください。打倒メニューなんでね、僕の記録を超えてもうドドンと胸張って言ってください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。またね、花澤さんとか、こういうチャレンジメニューきっと客してくれると思うんで、その日を、心して皆さんも楽しみに待っててください。僕もその時はまた全力でチャレンジしに行きます。
ああ、改めてごちそうでした。